残り2試合アレンデールは連勝が条件です。6位のアトランティスも絶対に負けられません。ホームでも連敗だけは何としても避けたい。練習生改めブルーロック代表の凪誠志郎、吹雪監督直々にお願いして今季終了までの契約を取り付けました。白尾つながりってことですか。さあどうでしょうか。ルーレットで交わします。羽生結弦、前節ゴールを決めてからかなり乗っています。エルサ、オラフから凪、浮かせましたがカメックスのクリア。しかしエルサ拾って凪だ、凪シュート。11分先制アレンデール。注目の凪誠志郎、プレッシャーを跳ね返して C2 リーグ初ゴール。イクラーニがタラチビッチを狙った、あーいいボールだ。しかしアイスクライマー出てきました。ボールがこぼれています。チョッパーカバー、アイスクライマーここを抑えました。ん、あートランティスに PK、 これはアレンデールサイドは納得いかない判定。誰のファールなんですかね。ちょっと映像で確認しても分かりませんね。こちら実況席から見てもタラチビッチが蹴っているようにも見えますが、タラチビッチはもうボールをセットしています。ど真ん中に決めてきた。この場面で真ん中に蹴れるメンタルですよね。ボールで会場を黙らせましたね。バリコールから縦につけて羽生結弦、ルーレットでかわしてきた。一気にチャンスだ。クロスにエルサ、決定機でした。アレンデール、エルサのヘッドはバーの上、奥にいた凪がなんで俺に出さないんだと羽生に対して。先制ゴール以降は富岡義勇にマークされていますが、シュートまで持っていけるか凪誠志郎。オラフ持ち上がる、オラフ持ち上がる、オラフまだ持ってエルサに出す。ワンタッチ、ワントラップからシュートだー。勝ち越し、凪誠志郎今日2点目、華麗なボレーで仕上げました。得意の形、クラスドリブル、運ぶ、折り返す、ルーズボール、エルサクリア。ここで回収していくらにドリンクウォーター、この位置からミドルシュート、アイスクライマーポーポー。ホームで2連敗のアトランティス、この最終盤でまさかの足踏み。アレンデールは夢をつなぎました。クリストファー・ロビン・ジュニアを先発で起用しましたハニーハント・フォレスト。ゾローリから左に展開します。ここにはヤーゴ、後ろからモンジャラがスルスルと上がってくる。そのモンジャラに出す低いクロスにクーダー。先手を奪ったのはハニーハント・フォレスト、今シーズン16ゴール目。クリストファー・ロビン・ジュニア、デビューモン相手にもひるまずにステップオーバーをかまします。スルーパス、これはカットされました。あっと、しかし狙っていたジャスティンだ。ボールを奪った、持ち運んでシュートが、いや折り返してプーダー。トラップミスを狙っていました。戦いにデジソロを突き放します。ピエモン、グレイモン、グレイモン強いシュート、ゴールの街。デジセロナーもデビモンを最前線に上げてパワープレイです。ゴールキックはクリアしてデジセロナボール、ここにはキングカズマだ。スルーパス、いいところに通した、フレイドラゴンだ。1点返しましたデジセロナ。さあもう1点いけるか。ここにはバチェラです。バチェラ、フェイントでかわす、前にはスペースが張ります。そこに持ち運んでいく。ヒノッキも戻ってきましたが、まだバチェラからボールを奪うことができません。圧巻のキープ、おっと、ここはボールを浮かせて突破してきました。さあバチェラ、バチェラシュート。完璧な一撃でレオモンを射抜きました。追い上げムードだったデジソロナの息を止める3点目。バチェラ2試合連続のゴール、ここに来てハニーハントフォレストに救世主が現れました。